みかみチャンネルでーす。今ね、ここにね、この娘ゼリー食ってるね。おーい。寝てた？ごめんね。カブトムシを、ちょっとね、今。飼ってるんですが、ちょっとね、おもちゃ見せたらどんな反応するのかね。ちょっとやっていこうと。いい？ちょっと外出てもいい？やった？もう出るかじゃあ。出るか。オッケー。ということで、ちょっと足ね、一本ね、ちょっとこの子なくてね、怪我してるんですけど。はい、おもちゃ見せますよ、おもちゃ。これ、どう思う？アダコンチューじゃん、あかん。待って、ツルツルしてて歩けない？まさかここ。父引こうか。ちょっと待って、戦う以前にさ、この子足が悪いよ、足が。反応の前にちょっと待って。ほら、クワタだよ、クワタ。前足がね、ちょっと。ない分ね。ごめんね。わあ、すごいことになってる、すごいな。もう取ろっか。ごめんね、ちょっと。最後にちょっとこれ、動くやつ見せてみようか。特にね、おもちゃだとね、反応ね、しませんね。あらら。じゃあね、戻してあげたいと思います。そっと剥がさないとね、足ね、怪我しちゃうんでね。ティッシュがちょっとついてるな。なんか汚ねえな。虫かご。の方か。一応奥に、ゼリーを置いてまして、餌あげてますし。潜れるくらいの土の深さにしてますし。ねえ、カブちゃん。この子の名前何しようかな。カブちゃんでいいかな。なあ。お前は英雄なんだぞ。昆虫王者なんだぜ。カブトムシは昆虫王者。虫キング。ちょっと虫が汚くてごめんなさいね。いやー虫っていいね。ちょっとこの子前足のちょっとおもちゃで例えるなら、ここの部分がちょっとここしかなくて切れてたりするんですけど、でも十分元気なんで、まあ大丈夫です。捕まえた時っていうか、まあ友達からまあこの子はもらってきたんですけど、ちょっと足怪我しててちょっと歩くの不便なのかな。でもまあカブトムシの寿命は3ヶ月ですかね。まあしっかりと観察、まあ普通にね死なら歩けてるみたいなんで、まあ、観察していきたいと思いますよ。もう角を動かしてくれてるね。実際ね、カブトムシ飼うのってね、まあ、小学校の時飼ってたから、まあ、結構前なんだけど、まあ、外国のカブトムシとかクワガタでも結構飼ってたんだけど、まあ、お父さんがね、飼ってくれてね、まあ、父親が飼ってくれて、まあ、飼ってたんだけど、まあもっと活発に動くのかなと思ったら、まあメスがいないのもあるんだろうし、ピケだからだもあると思うけど、割とおとなしいっていうのがあってね。うん、まあ意外でした。まあね、今回はまあこのくらいにしていきたいと思いまして、
たいと思います。子供もね、あんまりストレスを与えると良くないんで、まあ、もう一匹ね、前もなんか動画で紹介したんですけど、1ヶ月経ったね、ティーポットはね、ほんと幼虫どこにいるか分かんなくてね。はい、まあ、虫が好きな方はね、まあ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ツイッターフォローもお願いします。またねー。